パラケルス派の意思ロバートフラット、両宇宙史イコール大宇宙史より、四元素のピラミッド。元素が整然と階層をなしている様子を表す。非、空気の領域と、水、地の領域に分けることで、四元素における行層と、質量の度合いを示している。四元素とは、この世界の物質は、非、空気、水、どの四つの元素から構成されるとする概念である。 四元素は、日本語では四大元素、四大、四元、四元質とも呼ばれる。古代ギリシアローマ、イスラーム世界、および18から19世紀頃までのヨーロッパで、支持された。古代インドにも、同様の考え方が見られる。中国の五行説と類比されることも多い。エンペドクレスの説がよく知られるが、アラビアヨーロッパの西洋文化圏で広く支持されたのは、アリストテレスの説であり、 4元素をなさしめる、熱、霊、質、犬の4つの性質を重視するため、4性質とも言われる。4つの元素は、土や水など、実際にその名で呼ばれている、具体物を指すわけではなく、物質の状態であり、様相であり、それぞれの物質を支える基盤のようなものだとされた。詳細は、元素古代、ギリシアを参照古代ギリシャの哲学者の間で、万物の根源。 原初的要素として、アルケイが用いられた。この意味で初めて、アルケイを用いたのは、アナクシマンドロスとされている。タレースは、アルケイは水であるとし、アナクシメネスは、空気、クセノパネスは、土、ヘラクレートスは、火であるとした。四元素節を最初に唱えたのは、エンペドクレスだと言われ、アルケイは、火、空気、水、地を四つのリゾーマタであるとした。絶対的な意味での生成。 消滅を否定し、4元素が様々に離散集合し、自然界の変化が生じるとする説を唱えた。4元素の混合によって、もろもろの事象の生成が分離において事象の消滅が説明される。元素の混合と分離を可能にする動的な力として、元素を結合させる、愛と分離させる、像あるいは争いが導入された。ただし、 4元素は活力のないただの物質ではなく、それ自体が運動性能を持ち、愛、像は元素に運動の方向性を規定する権利と考えられる。宇宙のプロセスは、愛の完全支配機像の身長機像の完全、支配機愛の身長期の4つの段階が、円環的な周期を成して巡っており、2つの身長期には、4元素は可視的な事象、 生物となって生成し消滅するとされた。プラトンは後期の著作ティマイオスで4元素説を受け継いだが、エンペドクレスの考えとは異なり、これらの元素は複合体であり、分解できるばかりでなく、相互添化すると考えた。4元素と5種類の生多面体のうち4つを対応させ、土は正方形からなる正六面体で、他の元素は三角形からなる生多面体であり、 水は正二十面体、空気は小八面体、火は正四面体で、一つの正多面体が基本の三角形に解体して、別の正多面体を作ることで元素から元素への転化が起こると解釈した。土が最も重く、ついで水、空気、火が最も軽く、各元素はそれぞれアリストテレスはシプラトンの元素論を批判しつつも、四元素の 相互転化という考え方を受け継いだ。火、空気、水、土の四つを単純物体と呼び、他の物体はこれらで構成されていると考えた。しかし四元素を、いわゆる構成要素と表現しており、最終的な構成要素ではないとしている。単純物体を構成する要素として、熱、霊、質、犬という二体の相反する性質を挙げ、これらの組み合わせによって、 成り立ちを説明した。すなわち、行僧も性質も持たない純粋な質量。プリママテリアに、熱、霊、質、犬のうち二つの性質が加わることで、核元素が現れる。火は熱、犬、空気は、熱、質、水は、霊、質、土は霊、犬という性質から構成されており、性質の一つが反対の性質に置き換えられることで、相互に転化すると考えた。 彼の説において重要な役割を持っているのは四元素よりむしろ熱、霊、質、犬という相反する二つの性質のペアであるためアラビアヨーロッパで広く普及したアリストテレスの四元素説はむしろ四性質説と呼ぶのが適当でありプリママテリアを究極の質とする一元論である。また四元素が主に月下界の物質を構成するのに対し天上界は 第五元素が構成するとした。四元素からなる地上は時間とともに変化、腐敗するが、第五元素からなる天上界は不変であるとされた。また、プリママテリアは、第五元素と同一視された。アリストテレスの四元素説は、リキリスト教を国教とした東ローマ帝国では、六世紀頃、頃異教と異端の学者が激しく迫害され、学者たちが大勢亡命したことで、 ギリシャ・ローマの学問はアラビアに伝わった。四元素説はアリストテレス哲学の強い影響力と相まって哲学、神学、錬金術、科学、医学等に影響を与え、ビザンツ・アラビア、中世・ラテン世界といった西洋世界で主流を占める物質観になった。錬金術、編集詳細は錬金術を参照、アリストテレスの物質観においては、 任意の物質に対して、熱、霊、質、いといった原理的には単純な操作を行い、4元素の配合を金と同じに変化させることができれば、金を作り出すことができると考えられるため、錬金術との相性。ヨーロッパの錬金術師たちは、錬金術と先星術を結びつけ、4元素と王道12宮は対応関係にあり、4つの基本性質、季節も、 王道十二宮の支配を受けると考えた。医学、編集詳細は、ユナニ医学及び、四体液説を参照ヨーロッパの大学では、西洋近代医学誕生まで、四体液説、四元素説をベースとするユナニ医学が、主流となり、イブンシーナーの医学転半などが教科書として使われた。これに、出生時の星の配置が体質を支配し、人体は、 天と対応するという先生医学が関連付けられ、診断、治療に利用された、原子論及び元素も参照4元素説は長く西洋世界の主流であったが、ルネサンス期に入ると思想の枠組みが揺らぎ始め、古代ギリシャで唱えられた原子論も再び注目されるようになった。ヒューマニストたちの間で、古代ローマのルクレティウスのものの本性についてが読まれるようになったことで、 ギリシアの原子論的な物質感は徐々にヨーロッパに普及した。そしてデカルトの良き論的として知られるピエール・ガッサンディによって原子論は全面的に復活した。17世紀には原子論は物質感の分野で人々を引きつけたが、その裏には民主主義的思想というバックボーンがあった。民主主義的思想では社会を人間相互の有機的な関係性の 集まりというより、独立した一人の人間の集合として捉えたため、原子論と強い親和性を持っていたのである。17世紀には、ボイルの法則で知られるロバート・ボイルは、懐疑的な科学者で4元素、説、3元質説を否定し、錬金術は科学の座から落ちていった。18世紀には、アントワーヌ・ラボアジエの元素感を背景として現れた、ジョン・ドルトンの仕事を通じて、原子論は、 具体的な意味内容を持つようになり、科学において徐々に主流の物質感となっていった。こうした近代科学、原子論の台頭に伴い、物質感としての四元素説は科学の世界から姿を消した。また、四体液説、四元素説をベースとするユナニ医学を受け継ぐヨーロッパの伝統医学は、西洋近代医学の台頭で徐々にその地位を失っていったが、 19世紀後半まで一般的に治療が行われていた。分析心理学心的エネルギーの方向性と性格類型も参照錬金術4元素説はオカルトとして帰り見られなくなったが20世紀にはカールグスタフ・ユングやガストン・バシュラールらによって無意識や想像力との深い関わりが指摘され再評価された。現在錬金術は 学問の対象として真剣に取り組まれているが、ドイツの心理学者、カール・グスタフ・ユングがそのきっかけだったと言える。ユングは、中国のマンダラの本に出会って同教に興味を持ち、そこから、中国錬金術に入り、西洋錬金術を研究した、イオーイコール水銀理論による賢者の石の製造過程に、人間の心の成長過程との類似を見出した。また、四元素。 説、四性質説、四体育説を参考に、心の機能を、思考、感情、直感、感覚の四つからなる、二組の対立する機能の、組み合わせにまとめた。また、フランスの哲学者、ガストン・バシュラールは、火の精神分析で、コンプレックスの概念を手がかりに、ユングの精神分析的方法を用いて、火のイメージ、無双を分析した。 続く私的想像力に関する研究、水と夢などでは、四元素に関わる物質的想像力を究明した。無双は最も根源的な物質に根ざしており、四元素をめぐる物質的想像力が無双を支配しているとし、想像力の領域における四元素の法則を確立できると主張した。詳細は、元素古代、インドよび、ブッダに先行する、こうした、 思想形は、仏教側からは、六子、下道、六十二味などと呼ばれる。世界が多元の要素の集合から構成されるという思想は、インドでは、石州説と呼ばれるが、その先駆として、地、水、火、風の四元素と、苦、楽、霊魂の七つを構成要素とするパクダガッチャーヤナの要素集合説が見られる。四元素説としては、アジタケイサカンバリンがおり、 世界を構成するものは四元素以外になく、死によって実体を構成する元素は死産し、人間は無となる。霊魂はなく、来世もなく、父母もなく、嘟徳の死もなく、善悪もなく、業もなく、因果もなく、伏せも妻子も釘も無意味であると主張した。哲学としては唯物論であり、認識においては感覚論、道徳を否定し現世での協力のみを肯定するため、 快楽主義に分類される。また、六波哲学の一つで、厳密な人間論の立場に立つ、サーンキア学派は、プルシャとプラクリティを根源だと想定した。プラクリティの展開によって世界が形成され、物質はプラクリティから展開した五代からなると、主張した。石集説を代表する、バイシェイシュ科学派は、多言論的世界観を展開し、実体、属性、運動、普遍、 特殊、内属の6つのパダアルタを想定して、世界を分析した。実体は4大と、虚空、時間、方角、アートマン、マナスからなり、4元素は、原子からなると考えた。大は、サンスクリット語のマハーブーターのわけで、4つの素大な、実在の意、4を主とも言う、物質を作り上げる地、水、火、風の4元素のことで、節一切ウブの驚愕では、 4つのいずれも12書のうちの触れどころに含まれる。また、上座部大事派の勝吉則に挙げられる170法のうち4台のそれぞれが色の28法のうちに、またその中の範色の18法のうちに分類される。病気は4台の調和が崩れた時に起こるとみなされる。ため、病気のことを読むお部長とも言う。最初は実際に触れられる地、水、火、風の4種が、 様々に混じり合い、材料となって他のあらゆる物質を合成していると考えられていた。後に、アビダルマ的施策が進むと、元素としての地水、火、風は自然界の地水、火、風とは別であり、地の硬さ、水の湿潤性、火の熱性、風の流動性という性質こそが4元素の本体と考えられるようになった。 アビダル・マロン氏の中には、質量元としての4元素から物質的存在が合成されると考えるとしても、4元素の性質によって物質的存在が認識され把握されると考えるとしても、4元素と別に4元素によって存在するものがあるのではないから、すべての物質は結局4元素に過ぎないと考えた者も,もいた。しかし、説一切ウブの正当派は、 物質的存在のある部分は四元素で、他の部分は四元素によって存在するものと、両者を平律的に考えていた。説一切有部の論書、アビダルマクシャロンでは、機械、水界、火界、風界を指すが、このうち風界は流動性という作用を持つ、軽い一つのものそれ、自体を世間では風と呼ぶため、世間一般の風と別なものではないと解かれる。また、 地界は保持、水界は放摂、下界は熟成、風界は増長、増大、流動の作用を持つとされる。アリストテレスの理論による元素の分布を同心円状に表したもの。アリストテレスの理論による四元素の関係図。この項では西洋で広く支持された四元素について説明する。四元素は物質の外観と状態に対応すると考えられた。 水は可視的な元素であり、この両者は二つの不可視な元素、空気、火を内部に孕んでいる。四つの元素の間には、プラトンの和と呼ばれる一連の周期的循環現象があり、火は凝結して空気になり、空気は液化して水になり、水は固化して土になり、土は消化して火になる。この変化は逆方向にも行われる。また、核元素は、 それぞれの基本性質によって生じる二次性質を持つとされた四元素説はイスラーム、キリスト教に取り入れられ、四元素の働きは神が定めた規則によっていると考えられた。ギリシャ・アラビア医学において、重い土、水の元素は体を構成し、その安定を助け、軽い空気、火の元素は生命力を構成し、その運動を助けるとされた。 個体的状態の象徴であり支えである。絶対的な重さを持つ元素で、自然な状態では全ての元素の中心に位置する。本来の状態では静止しているため、この元素が優勢な物質は動かなくなり、また離れてもそこへ戻ろうとする性質がある。物質を固く安定的で持続するものにし、外形を維持し、保護する。基本の性質は例、犬いで、二次的な性質は、密、重、 型などである。錬金術における土の記号は、水の落下を止めたり中断させて、流動性を失わせることを示す。流動性の象徴であり支えである。比較的重い元素で、自然な状態では、土を含み、空気によって含まれる位置である。基本の性質は、例、質である。水の存在意義は、物質の形を扱いやすいものにすることであり、質の性質によって、柔らかく、 形を変えられるという二次性質を物質に与える。土の元素のように物質の形を維持するわけではないが、湿気を保つことで物質が砕けたり散逸するのを防ぐ。上昇する火に対し、水は下の方に流れて隙間を埋め、火が膨張させたものを縮小させる、吸収的、生産的な元素である。水と火は対照的であると同時に相補的であり、 お互いに引き合い結合して、ものを生み出す。錬金術における水の記号は、地球の典型的表示であり、火の記号と重なって、大宇宙を象徴する六芒星をなる、気発性の象徴であり支えである。自然な状態では、水の上、火の下に位置し、比較的軽い元素である。基本の性質は、熱、質で、物質に多項性、軽さ、気迫さといった二次性質を与え、 上昇できるようにする。錬金術における空気の記号は、火を止めたり中断させることを示す。すなわち、どこまでも上昇する火に対し、火は一定以上上昇することはなく、火の力を和らげる。蒸気の三元素よりずっと微細で気迫な元素で、自然な状態では、すべての元素の上に位置する。生成や消滅の終焉する先であるため、火には絶対的な軽さが生じる。 光と熱と電気は分けて考えることが難しかったため、その三つの象徴的な支えであり、エーテル上流体という実体の観念に対応する。それと同時に、物質を構成する、究極的な微粒子の運動という観念にも対応する。熱く乾いた元素で、明るさ、軽さ、多光性という二次性質を与えられる。空気をも浸透する力によって、自然界を貫流し、 冷たく凝り固まった元素たちを溶きほぐし、混ぜ合わせる。その熱で物質の成熟や成長を可能にし、土と水の冷たさと重さの影響を軽減する。錬金術における火の記号は、炎が燃え上がり、咲きて終わっていることを示す。上昇、成長、膨張、侵入、征服、怒り、破壊などを暗示し、女性的な特徴を持つ水に対し、 男性的な激しい気質を象徴する、17世紀の錬金術の本より、錬金術のシンボル、錬金術師、医師、作家だった、ダニエル・ストールズ・フォン・ストールゼンバーグの著書ビリデリアム、カイマカムより、下の球体には、錬金術における4元素説のシンボルが描かれている、元素中性の元素感も、参照次の表は、錬金術における3元質と元素の対応を示す。 三原質の、硫黄、水銀、塩は、同名の化学物質を指すのではなく、物質のある種の特性を表す。硫黄は行走であり、能動的、男性的要素。水銀は質量であり、受動的、女性的要素。塩は運動であり、中間項であり、硫黄と水銀を結びつける媒介で、理論的にあまり重視されない。次の表は、元素と、 各項目の対応関係を示す。詳細は、属性及び、魔法フィクションと魔法を参照ロールプレイングゲームや、トレーディングカードゲームでは、属性という設定が参見され、主に4元素やオ用五行思想などがベースとなっている。1970年代に、アメリカで登場した、テーブルトーク RPG は、ヒロイックファンタジーを題材とするものが多く、神話や呪術、 古代の世界観などを材料に体系的なシステムとして魔法が構築されたテーブルトーク RPG やそれから生まれたドラゴンクエストシリーズファイナルファンタジーシリーズなどのコンピューター RP RPGRPG をベースに交換収集育成対戦といった要素を加えたポケットモンスターシリーズ専用のカードを用いて対戦するトレーディングカードゲームなどでは魔法や技 道具、モンスターに、非属性、水属性といった、属性が設定されているものがあり、ゲームシステムの一部になっていることも多い。属性は、付加されるエネルギー原理や相性関係を表す。テーブルトーク RPG は日本にも輸入され、剣と魔法の世界を舞台にした、国産作品、ソードワールド RPG のヒットで普及し、広い影響を与えた。ファンタジー小説やアニメ、 漫画などでも魔法やモンスターの属性として4元素が登場しており、例えば日本のファンタジー業界にとって活気となったライトノベルスレイヤーズシリーズには様々な魔法があるが4元素に精神の属性を加えた後属性の精霊から力を借りる精霊魔術が登場する。クトゥルフ神話においては1937年にラブクラフトが死亡した後に オーガスト・ダーレスが、禅の旧神と対立する邪神、旧支配者という設定を作った。旧支配者は、それぞれ、四元素のいずれかに属するとされた。フランス正規バロック音楽の作曲家、ジャンフェリー・ルベルが1737年に発表した、バレエ音楽、四大元素は、冒頭のカオスを表現するために、境界戦法のすべての音を楽器で、全合奏するという、トーンクラスターに、 極めて近い音響を用いている。ありがとうございます。